皆さんこんにちは、K パパと申します。今日は丸山変電所跡に来ています。今日の日付は1996年10月24日です。今日はここ丸山変電所跡におきまして、本日入線する予定の485系改造の洋風電車による団体専用列車を撮影するためやってまいりました。今回の改造485系は一般の485系の廃車発生部品を流用して作られているため、電動発電機や抵抗機の送風機の音が全盛期の485系を彷彿とさせるものがあり、大変貴重です。今回はそんな貴重な改造485系洋風電車が EF63 重連に牽引されて、無動力で碓氷峠を通過する時のサウンドをじっくりとご鑑賞ください。